はい、今回は高層マンションというフリーゲームをやっていきたいと思います。とある男性が休日に、高層マンションの一室に閉じ込められる、そこからの脱出ゲームなのかな。まあよくわかんないけど、ちょっとやってみましょうか。初めから。今日は久しぶりの休日だ。月に一度休日が取れれば良い方だ。おう、そんなに忙しいんだ。仕方がない。自分の会社を潰さないために。うん。まあ、社長なのかな。そういうことはね。さて、貴重な休日。まったりと書斎で読書でも楽しむとするか。まだ午前11時だ。ゆっくりできるぞ。午前11時か。休日だからこそ早く起きていろいろしたいかもしんないね。特にね、彼のように月に一度休日取れればいい方っていうんだったらね、もう張り切って起きちゃうけどね。これだこれだ。このお気に入りの本を読もう。ああ、ワクワクするな。ね、なんだろう、お気に入りの本って。もう何度も読んでいるが飽きることなどない。自分が英雄になった気がして、この本を読んだ翌日は必ずと言っていいほどラッキーなことがある。もうそんな便利な本があるんだ。読んだ翌日にラッキーなことがあるってすごい幸運の本だね。では早速読み始めるとするか。寝ちゃってるじゃん。まさかの爆睡ですか。春のポカポカ陽気、ついうとうとしてしまったようだ。お腹が空いた。そろそろお昼ご飯でも食べよう。ふと窓の外を見てみると、真っ暗だ。そんなに長いことを寝ていたのか？え？せっかくの休みなのに？寝て過ごしちゃったってことかな。まあ俺もよくあるけどね。時計を見た。夜中の12時だ。よほど疲れが溜まっていたんだな。さて、では夜食でも食べるとするか。かっこ笑い。笑いって。リビングに向かおうと書斎のドアノブを握った。鍵がかかっていないにもかかわらずドアが開かない。なぜだ。おいおい、私はまだ寝ていて悪い夢でも見ているのか。ドアを叩いて妻を呼んでみよう。結婚してるんだね。おい美佐子、ドアが開かないんだ。助けてくれ。まあ、ちょっと自分の家の中で助けを呼ぶっていうのも、間抜けといえば間抜けだね。返事がない。物音一つ聞こえない。ちょっと、一体どうなってるんだ？落ち着け。落ち着け。そうだ。携帯電話から自宅の固定電話に電話をかけてみよう。今時自宅の固定電話なんかもあるんだ。子供たちがまだ小さい頃、息子のコータと娘のミキが、そんなことをして、お前たち、携帯電話おもちゃじゃない、なんて言って怒鳴ったっけ。うんうん、お子さんもいるんだね。しかし今は遊びじゃないんだ。かけてる。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。なんだって。ふふ、ほんとなんだってだよね。奥さんの電話にかからないって。あ、そうか、固定電話か。確かにリビングに置いてある固定電話の音がしない。飾りなんじゃないの？こうなったらドアを壊すしかないか。それも早いね。もうちょっとなんか粘ろうよ。いや待てよ。美佐子の携帯に電話をかければいいんじゃないか。最初からそうすればよかった。今度は奥さんにかけてる。頼むから繋がってくれよ。おかけになった電話番号はお客様のご都合によりおつなぎできません。おう、お客様のご都合によりってなんだろう。着信拒否でもされてんのかな。美佐子のやつ、携帯で払ってないのか。少し怒りがこみ上げてきた。確かにね。奥さんに電話つながらないってどういうことって感じだよね。そうだ、窓から脱出。え、高層マンションじゃない？ダメだ。ここは高層マンションの最上階だった。なんでこんな最上階になって住んだんだ。知らんわ。自分が選んだんじゃないの。まあ、奥さんの希望かもしれないけど。
そうだ、美佐子は庭とガレージ付きの1階がいいと言っていたのに、せっかくの高層マンションなんだから見晴らしのいい一番高価な物件を私のわがままで購入したのだった。なんだ、原因は自分じゃん。しかし今更悔いても仕方のないことだ。まさかこんなことが起きるとは思っていなかったのだから。私は頭を抱えながらソファーに座った。さっきまで読んでいた本が開かれたままだ。しかしこんな時に続きを読む気になんてなれない。まあそう慌てることもないんじゃないの。まだね、奥さんが戻ってくるかもしれないし。ちょっと頭の中を整理しよう。まずここは自宅だ。電話代もきちんと払っているはずだ。引き落としの口座が残高不足なんてことは考えられない。常に500万円は残高を残すように美佐子には言ってある。妻の携帯代もきちんと払っているはずなのだが。そして久しぶりの休日に私はまったりと読書をしていた。そしてうとうと居眠りをしてしまった。目を覚ましたら12時間以上が経過していた。だいぶ寝てたね。薬でも盛られてた。そして書斎から出られなくなってしまった。なんとかこの書斎から出なければ。よし、ドアを壊すしかないな。本当に壊すの？何度か体当たりしたがびくともしない。何か硬いものはないか。部屋中探してもハンマーや斧やチェーンソーなども見当たらない。まあね、普通はないよね。そりゃそうだろ。私は DIY なんて大の苦手。そういうことは専門の人に依頼した方がいいに決まってる。そもそもここは書斎だ。書斎にそんな道具が置いてあるわけがない。仕方ない。デスクとチェアのセットで数十万もしたが、この際このチェアでドアを壊すしかない。おー、だいぶ荒領事だな。なんだこれは。ドアに穴が開いて廊下が見えるはずなのに、コンクリートの壁で塞がれている。え、閉じ込められてんの本当に。私は恐怖のあまり震えていた。ふと本棚のガラス扉に映った自分の顔を見ると、まるで何日も監禁されている正気を失った人間のようだ。出られないと知っただけで人はこんなになってしまうものなのか。なぜ私がこんな目に遭わなければいけないんだ。私が何をしたっていうんだ。私は一月に一日しかない休日をのんびりと過ごそうと思っていただけ。それがそんなにいけないことなのか。いやいや、全然いけなくはないけど、これは誰がしたことなんだろう。一番疑わしいのはやっぱり家族なのかな。誰にも迷惑などをかけていない。私は幼い頃とても貧しかった。いきなり過去の回想。父親が早くに病で倒れ、母は父の看病をしながらパートと内職。私はずっと寂しかった。だから自分が家庭を持ったら家族には絶対にお金で不自由な思いはさせたくなかった。妻と子供たちが一緒にいられる時間を作ってあげることが自分の役目だと思っていた。すごい立派な志。しかもそれを叶えてるんだもんね。だから寝る時間も惜しんで働いて、そして資金を貯めて起業した。それが時代に合っていたのか、あっという間に大企業に発展していた。うまくいきすぎて不安にもなった。そして高級高層マンションの 7LDK の最上階を購入した。書斎くらい持ったっていいじゃないか。休日をゆっくり過ごそうと思ってもいいじゃないか。もう全然いいと思います。それにしても私はこのままここで死んでいくのか。それはちょっと考えすぎなんじゃないの。まだ閉じ込められてね。ああ、でもそうか、外コンクリートで固められてんだもんね。これがどういうことなのかよくわかんないよね。この12時間の間に何があったんだろう。お、ここで洗濯ができるんだ。もう一度寝てみようか。そうすれば次に目が覚めた時全てが元通りになっているかもしれない。 B が真実を突き止めてこの書斎から脱出しなければ。ちょっとセーブしようかな。幸いセーブとかできそうだし。ほう、じゃあひとまずもう一度寝てみるか。
悪夢のような出来事から目を覚ました。時計を見てみると翌日の早朝になっていた。昨夜の出来事は一体何だったんだろう。ん？それとも昨日の昼から今までずっと寝ていて、あれは夢だったのだろうか。いや、ドアは壊れている。私がドアを壊したのは事実のようだ。妻や子供たちは。え、どういうこと？あ、出られたんだ。あれ、昨日塞がってたんじゃないの？寝室を覗いてみると、妻が大の字になって寝ている。ドアを破壊するほどの音にも気づかずに、爆睡している妻にも笑えるが、ともあれ、日常の生活に戻れそうだ。書斎のドア、業者に頼んで直してもらおう。きっと疲れが溜まっていて、変な夢を見て、寝ながらにしてドアを破壊してしまったんだな。そんなことある？寝ながらドアを破壊するってよほどのね、自分の方もなんか怪我とかしそうだけど、うまいこと椅子を持って壊したってこと？相変わらず休日は月に一度あればいい方だ。また悪夢を見ないように、もう少し休日を増やさねばならないかな。少し休日を増やすことにした。やはり休日は書斎でまったりと過ごしていた。私もだいぶん歳を取ったな。髪の毛はほとんど白髪だ。しかし何か人生でやり残したことがあるようでしっくりこない。それが何なのかはわからない。妻と子供たちの家族4人。事業にも成功し、高級高層マンションでの快適な暮らし。何もやり残してはいないはず。妻や子供たちも不自由のない生活を送ることができている。子供の頃から寂しい思いをしてきた私だが、今は家族がいる。しかし、なぜか心が温まらない。私は本当の幸せを知るきっかけを自ら払いのけてしまったのだろうか。ああ、あの時寝ちゃうの方を選択したからこういう心残りがあるんだ。これを虚無感というのだろうか。私は人生でやり残したことに気づけないまま、自分の唯一の居場所である書斎で、あの世へと旅立った。あの世へ、書斎で虚無感で行った。なんか面白いね。なるほど。じゃあもう一つの選択の方で、その何かやり残したことを探り当てていくというか、そういうことなのかな。まあ家族仲良さそうだけどね、何が問題なんだろう。ということは、あのドアに何、ドアというか壁に何か意味があるのかな。誰が何でそうしたのかっていう。はいはい、とりあえずね、とりあえず一つのエンドを見ましたね。また別の方を見てみましょうかね。